皆様こんばんは、 DJ あさぴこと朝霞智子です。今晩この後4月27日の25時から、あさぴのピアノプラネタリウム第4回の放送があります。今回のゲストは親方というニックネームでも大人気の菊池亮太さんにお越しいただいております。ラジオ収録後に撮影したトークをまずはご覧いただこうと思います。どうぞ。いや今日はラジオありがとうございます。本当にあのめっちゃ楽しかったんですけど、まだちょっと喋り足りないのどうしたらいいですかね。これはもうねコラボ配信するしかないんじゃないですか。あ、いいですか。今度ぜひお願いします。あの菊池さんをちょっと拉致する計画をじゃあ立てます。アサピ総長拉致キャラなんで。拉致キャラってなんですか。初めて聞いたんですけど。あ、本当ですか。だから拉致って何かを一緒にやるっていう。なるほど。本当にワードだけ抜粋したらやばい人ですよ、ね。テロリズムしかないですよ。今のところ総長が拉致る強い。単品で見たらやばいです。今回のこのラジオの、放送分と連動した動画をですね、実は今日このラジオの収録の前に菊池さんと一緒に、撮影をねさせていただきました。後にね流そうと思っておりますので、ね、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。予習予習、そうそうそう、ラジオの前の予習番組っていう、そう、はい、いやちょっとあの曲をまさかできるといやできるとは思わなかったですね。まあリスナーの方からちょっとね、そうですね、あでも来てたので、でもむっちゃぶりっすね。いやこれは正確に言うと私の無茶ぶりというよりはリスナーさんのゴニョゴニョ言うて本当にあれだって逆に2人でやると難しいみたいな、ね、そう、1人で完結すると楽なんですけど、ね、楽ではないです、全然楽ではないですけど、でもね、 あえて2人でトライした作品を、ね、ちょっとぜひ聞いていただけたらと思います。本当に打ち合わせなし、ね、リハなし、うん、ぶっつけ本番の、うん、ぶっつけですね。もうお互いの空気の読み合いが試される、そうですね、感じの来週あれ連弾でやる曲でもない、そうですね、なんか言い訳しか言ってないですけどね。そこら辺テロップ出してね、それ言い訳やめろ。今もチーンって流れてるハッシュタグ言い訳やめろ。じゃあ、皆さんお聞きください、はい、です。どうぞ。さあ皆様、何の曲を連弾したのかとても気になるかと思いますが、これのフルバージョンはラジオ放送終了後今週金曜日にその全貌を明らかにする動画をアップしたいと思っておりますので、どうぞそれまでお楽しみに。そしてまずは今晩この後のラジオ放送で菊池さんとの深い話や演奏などリアルタイムでお楽しみいただければと思います。それでは皆さん深夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。